こんにちは。ファッキーオンサムヘルマットの丸山です。2022年になりまして、今年もよろしくお願いしますというところで、元旦のですね、夜中に見た映画、今年最初にね、見た映画が、浅草キッドでした。ということでちょっと話してみたいなって思って、今日は浅草キッドの話です。結論から言うと、すごい良かったです、この映画。ね。すごい良かった。見終わって、元旦ね、親戚の集まり行ったんですけど、で、まあテレビ流しててね、芸人さんがネタやってんのを見てて、ちょっと泣けてくるんですよね、もはや。大泉洋出てても、うわーってなるし、まあ特に劇団一人っすよね、出てると。うわー、一人頑張ってるなーってすげー思うようになっちゃいましたね、浅草キッド見たら。いや、いい映画って、もう見終わった後に世界がちょっと変わって見える。と思うんすよ、僕は。まあ今まで見たもんだとマッドマックスとか、シングストリートとかね、あの辺もね、劇場出てからうわっていう世界がっていうか景色がちょっと変わって見えるっていうのが、いい映画の一個定義だと思ってて、それで言うとね、ちょっとね、テレビを見る目がちょっと変わっちゃう映画だと思います、こんな映画。僕はたけし映画もね、そんな見てないんですよね、実は。アウトレイジぐらいしか見てなくて、大泉さんに関しては、もうどうでしょう、ちっちゃい頃から見てるという感じですね。小さい、小学校ぐらいから見てて、まあ、中学ぐらいからどうでしょう、面白いっていう、がっつりハマり出した感じ。で、まあ今までずっと見てるっていう感じです。大泉さんに関しては。いやー、まああのね、鈴虫呼ばわりされてたね、大泉さんがここまでやれるようになったと思うとすごい感傷深いですね、本当に。あと劇団一人に関しては、まあもちろんゴッドタウンを見てるという世代です。マジ歌のいつか都市無人からか、都市無人ぐらいからぶっ壊れ出したマジ歌、まあその前から結構よくわかんないむちゃくちゃな感じだったけど、だから劇団一人も好きな芸人さんの一人として見てましたね、今まで。はい。まあ、そういう感じの、思い入れ具合で見ましたね。劇団一人は、もう、昔からね、ビートたけしやってましたからね、リチャードホールで。まあ、あれ見てるから、もう、まあ、ついに来たかっていうところをすごい感じましたね、監督やるってなった時。ビートつって言われてたのに、もう、やっちゃうと、監督しちゃうっていうね。この絶対に失敗できない映画というか作品でこうちゃんとやり遂げたっていうところ、これはね本当にすごいことだと思いますよ。はい。まず演技がすごいっすよね。まず柳楽優弥本当すごいっすね。もうファーストカットで本人にしか見えないっていう、いやビビりましたね、あのファーストカット。ぶったりそれタップ前のあの横顔でやっと、あ、柳楽優弥かって思うぐらい分かんなかったですね。もうタップダンスもすごいし、声の所作、所作というか、なんだろう、まばたき一つもう本人に見えるっていうところっすよね。すげえなと思ってエンドロール見たら、もうレジェンド、松村邦洋さんが、演技指導してるとすげえっすね、そりゃなるわなっていう。でも、大泉さんに関してはもう安心して見れる。もう素晴らしい。浅草の粋な、見栄を切る、見栄を張る男、素晴らしいですね。重要な人物として、もう一人、門脇麦さんの千春ですね。このね、またね、門脇麦さんね、またなんだろう。幼さが残りながらも妖艶みたいな、ちょうどいい塩梅のストリッパーを演じてます。これまた素晴らしい。はい。この演技アンサンブルですね。で、この作品にはね、芸人さんもいっぱい出てますね。まず相方の清さんか、が、ナイツの土屋さんがやってると。もうこれも一瞬わかんない。わかんないんですよね、本当に。まあ、メガネのイメージがあると思うんですけど、メガネがないっていうところで、まず、ちょっとわかんなくて。でもタップダンスがね、すごい、なんだろう、印象的に使われてるんですけど、タップダンスの、指導と振り付けも、ヒデボーさんがやってますね。ヒデボーさんって、ザトウイチの、
タップの振り付けした人ですね。あと CM だったかな、たけしとの CM、 タップダンスの CM も一緒にやってたんですよね、昔ね、調べてみたら。ザトウイチはもうたけし作品ですからね。またたけし、現実のたけしともまた繋がってくるっていうところなんですよ。もうなんかもう座組がね、どんどん現実との、境目がわからないというか、まあ、そういったところでもうたけしつながりの人がガンガンスタッフにも演者にも出てくるっていうところで、この映画はね、継承のテーマとしてすごい多重に意味を持った作品だと思ってます。まあ一個は文化の継承、芸の継承の話、もう一つはイズムの継承、イズム、アティチュードの継承みたいな話です。でもう一個は思いの継承もありますね。文化の継承、まあまあ師弟の話だから、まあ当たり前っちゃ当たり前なんですけど、まあ芸を継承していくと、師匠がたけしにタップダンスを教えると、そういったところの継承がありますね。映画の中で明確に継承をするものとして語られるのはタップダンスなんですけど、まあ見てる人はわかると思うんですけど、もう芸風もなんか継承されてるんですよね。毒舌なところだったり、まあ喋りの速さ、なんだろう、テンポ感というか、そういうところも継承されてますね。もう一つはね、アティチュードの継承っていうところなんですけど、2ビートが初めてテレビに出るシーンですね。あそこをクソみたいなディレクターにネタ変えろって言われると、で直前でタップダンスをして、ネタを変えずにいつものままやるっていうところなんですけど、まあ、あそこは完全にイズムというか師匠のイズムを継承してテレビに出たシーンですね。まあ、直前のタップダンスのシーンで過去というか、今まで教わったものを、タップダンスしながら思い出していくというところなんですよね。師匠から受け継いだアティチュードを思い出すと、イズムを思い出すと。師匠はですね、舞台にこだわるというか、まあ、自分がやりたいことを絶対に曲げずにこだわり続けて、ストリップ劇場でコントをやってるっていう男なんですね。でそこを受け継いでるんですね。その頑固さというか、自分のやりたいことをやる、自分の自信持ってできるものをやるっていうところで、たけしがテレビに出る直前にネタを戻すっていうところで、継承されてるというところですね。でもう一つはね、思いの継承なんですけど、ここはね、千春ですね。夢を持つ人として共通点があると、お互いにね、たけしが、劇場を辞めて漫才でやっていくというところの、劇場出てったところに千春が追いかけてくると、で抱きついてきて帰ってくんなよっていうところなんですけど、まあ、この帰ってくんなよっていうところでもうすでに自分の夢というか、歌をやりたかったっていう思いが、ここで受け継がれているというシーンです。だからもう泣けるんですよね、ここのシーンもね。ここまた素晴らしいシーンでしたね。はい。で、あと、千春のね、モンタージュだね。千春のダンスシーン、結構序盤で出てくるダンスシーンのモンタージュ、ここ素晴らしいですね。ダンスというか、まあ、ストリップシーンか。ストリップシーンを見せながら、たけしのタップの練習も見せていく。というところ。ここ、素晴らしいです。モンタージュ、やっぱね、成長譚、誕生譚、オリジンみたいな、そういうものではね、やっぱ、時間経過を見せれるし、やっぱモンタージュないとね、長くなっちゃうからね、話がね。え、お前いつの間にそんな上手くなったのみたいになっちゃうから、モンタージュはね、やっぱいるんですよね、映画において。タップダンスの役割ってところですよね、この映画。結構象徴的に使われてますよね。まあ、タップダンスはそうだね、たけしはまあ昔からタップダンス、まあ、テレビでもやってるみたいですね。この映画においては、なんだろう、たけしの成長を見せる一個のものでもあるし、師匠とのつながりを見せるものにもなってるというところですね。あと師匠のね、劇場をどうしても守りたいっていう気持ちですよね。全然儲かってない超赤字なのに、箱を続けるっていう、
なぜそこまでこだわってるのかってところも継承につながってくると思うんですよ。フランスだって本当に歴史ある、実際にも、箱で、まあ、ちょっと調べただけなんですけど、まあ劇中でも渥美清さんとかね、金ちゃんとか名前出てくるし、今まで伝統、歴史を守りたい、歴史をつなげていきたいがために、箱を守りたいっていう、劇場を守りたいっていうとこだと、思ってますね。で、いずれはたけしに、座長を継いでもらって、またつなげていくというのが、師匠のやりたかったことの一つだと思ってます。で、まあ何より、クライマックスのね、クジラ屋ですね。本当に素晴らしい。あそこね、本当にいろんな意味が込められてて、久々にたけしが師匠のとこ行って、賞金をお小遣いだっつって渡して行くと、クジラ屋、思い出の詰まったクジラ屋に行くと。で、あそこで初めて満員のお客さんの中で、師匠が笑いを取るシーンなんですよね。で、初めて師匠が受けるから泣けるし、師匠とたけしのね、あうんの呼吸を見せたことによって、長い間会ってなかった二人もやっぱつながってるんだとか、理解し合ってるんだってところがよく見えるシーンでもあるし、あとあそこで話してるのがエピソードトークを話してるんですよ。エピソードトークって今のテレビ番組じゃないですかっていうところなんですよ。だから今のテレビにもつながってくるというところなんですよね。で、そのテレビっぽい笑いをネットフリックスで見てるんですよ、僕たちは。それもまたメディアの移り変わりみたいな、あそこに含まれてると多重に意味を持ったねシーンですね。で、やっぱね、あのシーン見たらね、師匠はねテレビ向いてたんだろうなっていうのが伺えますよね。まあ師匠のかっこいいとこなんですけど、意地を張る、見栄を切るっていうところはね、まあそれがなかったらテレビ出て本当に売れてたんだろうなっていう思える。なんならたけしの相方として二人でコンビで漫才というかやったらもっとすごく売れてたのかなっていう気がするような、シーンですね、あそこは。で、まあラストワンカットのところですよね。あそこはね、本当に撮影としてもすごいですね、やっぱ。まあ、たけしの背中越しに撮って、で、いろんな人が立ち替わり、入れ替わり立ち替わり出てくると。で、まあ、もう衣装を変えてすぐ次の場面で出てきて、みたいなところで、やっぱあれ、ワンカットで見せることによって、まあ、いろんな思い出、いろんなことあったな、みたいなのを見せれるし、焦燥感っていうか、も出ますよね。で、最後、師匠と、たけしがタップして、終わると。あそこ素晴らしい、繋がってるんですよね。思いも繋がってるし、芸としても繋がってると、まあ、そしてイズム、アティチュードとしても繋がってるというのを一瞬で分からせるあのタップですね、最後で。一個だけ苦言を言うとしたら、おっぱい見たかったなって思うんですよね。やっぱストリップ劇場でやってたわけだから、まあ、ギリギリまで行くんですけど、まあ、おっぱいは固くないに見せないと。全年齢対象にしたかったのはわかるんで、まあおっぱい見たかったな、大人としてはっていうぐらいです。ちょっとほんとしばらく芸人さんを見る目がね、変わったままテレビを見続けるという感じになりますね。では今日はこんな感じです。ではまたお願いします。